天覧山は埼玉県飯能市にある山。標高197メートル。山というよりは丘陵という風情。天覧山は山徳にある農人寺にあたご本源を祀っていたので、元はあたご山と呼ばれた。それが時代を折り、江戸時代、五代将軍、綱吉の病気兵へのお礼に、聖母、継承院が十六羅間の石仏を奉納したので、 ラカン山と呼ばれるようになった。それが1883年4月18日に山独で行われた、この永平春気象演習を、明治天皇がこの山頂から投函したことにより、天覧山と呼ばれるようになり、行幸記念碑が建てられている。標高は低いが頂上からの眺望はよく、反応がいが一望できるのは、もちろん、奥武蔵、奥多摩の山々のほか遠く、 富士山を望むこともできる。史跡や文化財も点在し、春の桜、初夏の筒子、秋の紅葉など一年を通じ見るものも多く、老若男女に親しまれている。付近の反応瓦、東野瀬山、宮沢湖、巾着殿などと合わせたハイキングも楽しい。反応駅から上り口まで徒歩約20分。バスなら、天覧山下バス停から上り口まで徒歩約5分。 頂上まではそこから20分程度。反応市内の日本酒蔵、いがらし酒造では主要銘柄銘を天覧山として販売しており、T シャツなどのグッズも展開している。ムササビやタヌキなどが生息している。宿の湿地帯では、周辺では、希少種となった平家ボタル、仏土城、東京山椒魚なども生息し、地元の団体により環境保護が行われている。 山ツ,ツジとサツキの自然交配種といわれる反ツツジが1915年に発見された。山ツ,ツジと比べると夏季が遅く、サツキと異なり冬になると落葉するなどの特徴がある。天覧山と遠野巣山を結ぶ三階木坂では、1926年、新種のノ応座サが発見され、埼玉県指定天然記念物として保護されている。ののも、 日本で初めて天覧山で発見された。1995年に天覧山と多峰朱山周辺で西部鉄道により72.9ヘクタール2679個の住宅団地の建設が計画された。それに伴って多峰朱山の南斜面緑地に小中学校と武蔵川下団地と反応日高団地とを結ぶ12メートル幅の 道路を建設する計画も起こったが、開発予定地内で大高の映像が確認されたこともあり、住民による反対運動の結果、開発は中止になった。現在も天覧山北側の大部分は西武鉄道が土地を所有している。反応が舞台の山の進めでは作中に何度も登場することから、いわゆる聖地巡礼として近年では訪れるファンも多い。 天覧山の中段のあずま屋には交流ノートも置かれている。登山道東側にある作中にも登場したコンビニエンスストアタイムズマート反応店では入り口にはキャラクターの看板、店内には専用のコーナーがあり人形や動人誌、交流ノートなどが並びファンが集まる場にもなっている。同店では日本酒天覧山やグッズも販売していた。ありがとうございます。